こんばんは、ジンダーの脈もりキングダクです。これで YouTube は417回目を迎えております。もう500回までもう少し来月には到達すればいいですけど、新型コロナ禍がまだまだ続く中、今回も行きます。キングダクの PB 具合。北部九州豪雨から、去年起きましたね。今年も豪雨が起きちゃいましたね。はい。佐賀県で、ボーリング場、メリーランド竹尾ボールというボーリング場、佐賀県にある、はい。そのボーリング場でも、休業を余儀なくされたんです。だが、去年の12月27日に再びオープンしました。もう、復旧の道筋がもう長い長い道筋ですけども、はい。佐賀県ではもう、大量の大雨でも、避難指示が出されても、命を落とした人、中にも尊い命を落とした人がいるんですね。はい。佐賀県の上徳さんから有明海へ、と注ぐ六角川、もう危険な状況になったんです。メリーゴールボールももう浸水になったんです。その、佐賀県のショッピングモール、ボーリング場の他にも、佐賀新聞文化センター2階あり、招き猫のカラオケ、ゴーイングフィットネス24、マルシャ、スーパードーム、メリッタキッズタケオ、メリッタ自動クラブや住徳屋、ダイソー、ザ・ベイク。宝くじ売り場もそうです。ツタヤ、島村、草の地尾、咽喉小児科。三愛薬局も、これも大変ですね。もう営業休止となってしまい、これはピンチに。でもどんなピンチでもまあ、復興が大事。復興ちゃちゃちゃ復興ちゃちゃちゃ日本ちゃちゃちゃですね、まるで、はい。新たな感じで、はい。もうピンチはチャンスなりと言いたい。もう床清掃もはじめ、もう、いろいろ復興への道筋はもうどんな困難でも諦めない、はい。と、まあ、ボーイング上は平日でもリングが企画しております、はい。一日でも早い復旧も、どんどん積み、元に戻り、ようやくオープンしたんです。はい。他にもまあ、いろいろイメージしたんですけども、はい。このボーリング場はいろいろ、ロッカールームも浸水は逃れたものの、もう、幸いにも会員のマイボーイ、マイシューズ被害に遭わなかったことは本当に、ほっとしたというか、良かったなぁと感じました。はい。良かった。生まれ変わったこのボーリング場はもう連日賑わいがすごいんです、むむ。もう施設ももうようやく明るくなったんです。じゃあ最後に歌って終わります。明るく陽気に行きましょう。ということで、それじゃあさよなら、バイバイ。